見たことありますか、ちなみに。ありますあります、全然。あのなんか調べ物するときに、私いつデビューしたんだっけとか、あの作品何年だったかなとか、うん、そういうので見たりします。そう、ウィキのさ、毎回思うんですよ、ウィキの写真悪意があるってあんま可愛くない写真使われるんですよ。なんか当たり前の情報から、ちょっと生年月日のところからまず、はい、はい、これ合ってます。83年11月11日、そらちゃんの誕生日なんですけど、これね、間違ってる時もあったんですよ。あのね、実際実際の誕生日違うんで。ああ、なるほど。そうなんです、それの1981年って書かれたことがあります。なるほどなるほど。だ、知ってる人が書き込んでるんですよ。わ、身内ってことですか。身内が書いてますあの、あおさちゃん的には1983年11月11日は誕生日です。東京都出身なんです。なるほど。うん。あ、で、実際違うんですよ。あ、実際は実際違うんですけど、そらちゃんはこのプロフィールでやってます。なるほど。まあでもこれ理由がありまして、やっぱあの AV の世界でなんかバレっていうのが気にするんです、皆さん。で、変えることが当たり前だったんですよ。だから血液型とかも変えてる子もいるし、とか、ただ誕生日とか一緒だと、あ、やっぱりこの子そうだっていう、はい、特定されてしまうっていうのであって変えたっていう。実際39なんか言えないですよ。ちなみに、じゃあその3サイズもそらちゃんの3サイズが載ってるっていうことで、はい、ですか。そうですね、はい、いや、まあでも このサイズでいたことは本当にね、最初のずっとこれでやってましたけどね、95、18、83ってやってましたけど。最初の方っていうのは18年前。18年前。今のサイズはもう書けないですよ。もうこれを夢として思っててほしいあとね、大体のね、ウエストの58は大体嘘だと思った方がいいですそれもうみんなに言えることかもしれない。みんなに言えると思います。そうなんですか。58はもうほんとこんなですよ。で、一回そんぐらい痩せちゃった時にこのサイズになったことはある。なるほど。あ、じゃあ本当の嘘ではないじゃないですか。確かに経験はしてるじゃないですか。まあまあ、真偽で言うと、じゃあまあ、ちになるんでしょう。本当です、間違ってないです、はい、持ってないですね、はいうん、G カップですし。いや、そこだけすごい強調されてG カップ、急に、ね、今も変わらず急に G カップでやらせていただいて2008年に韓国ドラマに進出したっていうのはあるんですけど、はい、なんか当時思い出とかあったりします？海外から、オファーが来るようになったのが多分2008年とかなんですよ。韓国ドラマに出演したけど、本当にドラマとして流れたのかなって分かんないですよね、しっかりドラマ出演、ドラマ、韓国ドラマに進出したって書かれてますよ。そう、別にちょっと分かんないじゃあこの大々的に書いていいもんなんですかね。じゃあかもとかにしといてもらいます。いやー、したかもしたかも、はい、うん、真偽で言うと、そう、あれは本当に韓国ドラマだったのか分かんないです。韓国では撮りました。韓国の俳優さんとも芝居しました。ただあれがドラマとして流れたかは知らないですじゃあ、あの、真実知ってる人いたら、まあでも進出したんでいいんじゃないですか。これはもう真実知ってる人いたらちょっとコメント欄にいただくぐらいな。そうですね、あの、注釈つけてくれ気になるのが、これもちょっと真偽を確認したくて、はい、世界各国での人気の欄の一番下のとこなんですけど、はい、この2013年のオークションのやつについてちょっと、はい、あ、これねこれ注釈入ってるじゃないですか。注釈ちょっと叩かれてます。愚かな人の声これ本当ですか。まずこれね、もうずっと否定してます。え、嘘でしょって。なんかここの、まあ、この字を書いたのは事実で、こうイベントで書いたんですけど、でそれを60万元で落札されたみたいな
記事を書いて炎上商法です。私知らないところでですよ。あ、なるほど。多分ここのこうすれば目に留まるだろうとか、そういう嘘を持った記事ですね。私1000万で売れたらマジ書道家として生きてきます。確かに、本当にそうです。なりわいにできますよ、ね、マジで。この前企画でだって10枚ぐらい書いたから1億ぐらいになった。いや本当です。なってます、なってます。これ嘘です。落札されたという嘘の記事が出たって書いてほしいですよね。ちょっとじゃあ見てくださってる人にお願いしておきますか、はいはい、嘘ですんで、訂正していただけるとありがたいなと思います。特技外国語ってなってる。買い物はできますよ。いや十分じゃないですか。あの旅行はできますけど、できますけどっていう感じですよ。中国語に関してはやっぱ日本人も漢字使うから、漢字の国なので覚えやすいです。他の外国の人たちが中国語を習うよりは全然日本人はもうすごい簡単に入ってきます。でも発音が難しいっていう、発音が難しい、ね、発音とイントネーション間違えると本当いきなりね、どし漏れたをね、レストランでね喋ったこともありましたどし漏れたシーって言われた。それどうやって間違えちゃったんですか。イントネーション違うだけでどしもになっちゃうんですよ。その時は単語を覚えたよって話、顔の単語を覚えてて、覚えたって、目は眼睛とか耳があーみたいな、で鼻ってなんだっけな、ビービービーって言ってたんですよ。このビーはもう女性器で実際の単語はビーズ、ビーかなの単語なんですけど、ビービービーみたいなこと言っちゃったらもう本当にもう本当女性器女性器女性器って本当にそれはしいって言われますね。なんてこと言うのみたいな感じでした、なんかこうそのわかんないですけど、もっとかっこいい武勇伝とか書いてほしいとか。かっこいい武勇伝。一個これ、ね、この長らく AV 業界ではみたいな欄があると思うんですけども、これちょっとこういう武勇伝、なんかこれかっこいいじゃないですか。うん、話としてすごい。うん、本当だ。何これ。飲み会を通じてできたグループは後にダラとしても活動してるだって恥ずかしいだこれ。なんかもうなんか。革命児みたいな、いやそうですね、橋渡し役なんか坂本龍馬みたいなことを書かれてすごい。でもこれ書くってすごいね。やっぱこういうことあったんですか。でもいやもう横のつながりなんかもう絶対ご法度でしたよ。もう絶対仲良くならないでって言われてましたし、なんでって話を聞いたら、もうその出演料の格差とか情報が出ると、やっぱ体張った仕事だから、同じ仕事しててなんであの子はこんだけもらってて自分はこんなもらえないのみたいな感じとかになって辞めてしまう人が結構多くて、だからもう絶対友達を作るなって言われてました。ただそんな中グループの絆を深めるため収録終わり等に飲み会を開き後に事務所間にも認めさせた。いや認めさせたっていうか結構怒られてましたよ。すっごい怒られてましたよ。すっごい嫌われてましたもん、私他の事務所のマネージャーさんに本当に多分嫌われてた。リーダーなのに、リーダーなのに、なんかこう正義感あふれる人みたいな感じになっちゃってうざいじゃないですかそういう人って、っていう感じで事務所の人たちに見られてた。でもそれがあったから今やこういろいろ事務所間でもつながりがあってとかっていうのはあるってことですよね多分。まあそうですね、もうこの頃ぐらいじゃないですか、もう横のつながりが別に大丈夫になったというか。そうそう、これちょっと赤字で赤字にしといてくださいっつって二回りぐらい大きい字で赤字でもマイナスのこと書いてあるよりプラスのこといっぱい書いておくといいっすもんね。嬉しいな、すごいね。だって作品とかもさ、全部書いてあるよ。意外で面白いですね、やっぱこう自分の見てみていろいろと。確かに。もっと私のエピソードとかもいっぱいあると思うんで、なんかこういいなって思うエピソードがあったら、すごいなんかかっこよく私のこのウィキペディアを編集してくれるとありがたいなって
思います。なんかあったじゃん、いっぱいかっこいい感じのやつ、ああいう感じでなんかこう付け足し付け足しでやってくれる。